Hey guys, I'm Kite. Last time I made a leather bracelet in Nara, Japan. It was so fun. Actually, I asked Takayuki a few questions. So this time you can see his everything. Alright, let's go! Takayuki さん、今日はありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。たくさんなんか経験もできたし、もうこういうのも初めてなんですけど、すごいドキドキして、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと簡単な、まあ、質問をしていくのでよろしくお願いします、はいはい、まずこのお店の、まあ、名前と、まあ、どういったお店なのか紹介してもらっていいですか。はい、このお店の名前はタカスノーというお店です。はい、でその名前は私の名前がタカユキなので、はい、ユキは漢字が違うんだけども、はい、ユキをスノーと呼んでタカスノーと、うん、なるほど。でこれはまあ自分がまあ好きな、うん、なんていうか自分の名前をこうローマ字にしたりしたりするのが好きで、はい、まあ、以前からいろんなところに勝手に書いてた名前なんで、うん、それはもう店の名前で、まあ、うまくかどうか分かりませんけど将来的にはブランド名として、はい、なるほど、うん、いいですね、世に伝わってほしいなという名前です、はい、ネーミングです。ちなみにこのお店自体はどういったことをされてるんですか。ここではまああの手作業で全部手作りでやってるんですけども、はい、どういったもの手作り。銀細工。銀細工、はい、というのは指輪とか指輪、ピアス、はい、でペンダントトップが主なもの、うん、それが主体となっている。はい、あとはバングルとかも作ってるんですけども、はい、やっぱり銀を使う量が多いので、はい、かなり高額になってしまうのでまだ数個しか作ってません、うん、だからまあ、 あの皆さんがお手軽に買える、はい、まあ、4、5千円前後のシルバーのリングとか、まあ、3千円、4千円程度の、はい、ピアスなども作ってます。はい、ありがとうございます。じゃあ次にこのお店を、まあ、なぜ、まあ、この職人じゃないですか、この職業っていうのはなんでこの仕事を、まあ、始めたきっかけとかを。まあ、元々は木工が好きで、はい、小さい頃からいろんなものを作ってきたので、まあ、いろんなものをずっと手作りしてきました、個人的にね。で、まあ、革細工やってみたくなって、はい、革細工レザークラフトいわゆる、はい、をまあ始めて、で、財布とかも自分で作りたいなと、でタバコ入れを作ってみたりとか、はい、でまあそんなことをしながら、である時そのシルバーのバングルブレスレット、はい、が欲しかったんだけども、はい、やっぱりいいやつはかなり高額で高い。で、一応体験でシルバーのいろんなものを作れるっていうのがあったんで、まあ、何件か電話して、はい、だいぶ断られましたけども、ある一件の先生が、まあ、最初からそんな体験はって普通はしないんだけども、私も教えたことないけども、はい、どうしてもやりたいんだったら、ちょっと調べてみましょうと言ってくれる先生がいて、でまあその先生のところに、習いに行って、習いに行ってというか、まあ、体験に行って、普通の体験はまあ大体3時間ぐらいで指輪を作ったりとか、はい、ちょっとしたペンダントを作ったりとかなんだけども、はい、まあちょっと大掛かりなんで、はい、その3時間の体験を3回でバングルを作って、うん、はい、でまあ意外とよくできたので、なかなかできると、うん、まあそれが実際これなんですけども、よくできたので、これを作って、はい、これが一番最初の作品です。まあうまくできたんで、先生がよかったらインストラクターコースもありますよと、うんうんうん、教える側って。そうですね、はいはい、でそのインストラクターコースっていうのを取って、はい、でインストラクターコースが、13協定あって、はい、その協定全部終わったら、はい、課題作品、うんうん、こういう手法とこういう手法を入れてみたいなんで、はい、3つの課題作品があって、はい、これをまあこの本部があるので、はい、その本部に出して審査をしてもらって、うん、よければ資格取得と。なるほど。約2年かかって、おー、うん、長いね、その資格を取って、はい、でまあ言うたら、その資格があれば教室を開ける、はい、ということで、まあ、こういう店もやってみたいなと思ったけども、うん、そういう資格があれば、はい、やっぱりまあ本格的にできるんじゃないかと、自分から発信と、うんうんうん、思って、で、まあ、この店自体はオープンは
今年の4月1日なんですけども、はい、この店舗自体は、はい、一昨年の夏、はい、もう出会いやなと思って、うんうん、ここの建物自体がインパクトがあるので、はい、なかなかそうですね、うん、路地を入っての、うん、で2020年のオリンピックイヤーに勝負したいなと思ったので、うんはい、その間際に行ったってもう多分ですね、空いてないいいところはないだろうと思ったんで、はい、もう見つけたその時の出会いで、はい、2年前からこの店舗は借りてます。なるほど、ありがとうございます。じゃあ次に、まあ、この仕事をしてて何が一番楽しいとかありますか？まあ、作ること自体が好きやから、はい、作っていいものができた時は嬉しいですけど、はい、やっぱりお客さんが喜んでくれた、うん、うん、例えば今日でもサーミプレス作って、はい、なかなかうまくいかなかったんで途中かなり厳しいことも言いましたけども、ね、結果としては商品になるぐらいのものがやっぱりできてるんで、うん、初めてにしたらすごいよくできたって自分でも満足してるでしょ。もちろんです、うん、だからそうやってお客さんが満足してくれたことがやっぱり嬉しい。そうですね、生半可に言うよりかはしっかりとしたことを言った方がね、うんうん、やっぱりいい作品お客さんにやってもらう時にもいい作品を作ってほしい、うん、なるほど、うん、で、 できた時にああここへ来てよかったと、はい、ここで作れてよかったと、はい、思ってもらえたら一番嬉しい。なるほど。で最後になんですけど中行さんの、まあ、夢というか野望みたいなのありますか？これからこうしていこうみたいな。野望っていうよりはとりあえず今コロナがの状況の中で、はい、あまりやっぱりお客さんに来てもらってない、うん、実際には売り上げもほとんどない状態で、まあそれなりの家賃も払ってるし、ねはい、当然この店を始めるにあたってはいろんな材料、ね、資材投入してるんでやっぱり最低家賃が戻ってくるぐらいの額が売り上げになるのはとりあえずの目標。それが一番ね、やっぱキープしないといけない、うん、だからそれができなければやっぱりもう何年かでもうやっぱりやめるしかないという状況になってしまうので、はい、でそこからさっき言ったようにやっぱり世に認めてもらって、はい、さっき言った高須のがブランドになるっていうのが最終目標です、はい、うん、なるほど、うん、みんなが高須のもん持ちたいと、はい、うん、高須のっていう書いてあるものを持ちたいと言ってもらえるようになったら嬉しいですね。わかりました、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。たくさんありがとうございます。Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe and comment, please. Then have a nice day. Have a good night. Bonjour, bonsoir. いってきます。いってらっしゃい。Bye.